あ、というわけでお台場冒険王2023、こちらのステージ日本はちちゃがね、暑い中見てくださってるのでしっかりと盛り上げたいと思うんですけれども、はい、あの先ほどもご紹介、ね、していただいたんですけれども、改めて、今日初めての方がほとんどなんで ね、ご紹介させていただきます、はい、私たち日本はちちゃはもともと大阪のグループでございまして、はい、今は東京拠点なんですけれども、37歳のおじさんを筆頭に活動しております。筆頭ではない、筆頭ではないし一番奥におる37歳のおじさんの背中を見ながら見てない見てない振り返ってるけど、おじさんがうちらの見てんのはい、DJ 含めたアイドルグループでございます、はい、まあね、普通に皆さんが想像してるアイドルグループとはちょっと違いまして、はい、まあね、曲ごとに演出があったりとか YouTube にも力を入れてるアイドルグループです。そしてね、一緒に踊れるような振り付けも多いの で、初めて見る方もね、楽しんでもらえるかなと思いますので、ぜひ暑い中並んでくださってる方も、ちいかわに並んでくださってる方もすごいですね、本当に奥まで、ね、あの列並んでる時間だけでもいいので、よかったら見てくれたら嬉しいなと思います。まあ、でもさ、フジテレビさんですよ。そうですね、なあ、大きいね。全然関係ない話なんやけど、はい、やっぱこんなペーペーでも、はい、今日ね、フジテレビさんの、まあ、こちらのお台場のステージ出させていただくということで、はい、まあ、このフジテレビ入館証みたいなのもらえるわけですよ。そうですね、はいはい、でトイレとか行くとき、はい、それこそフジテレビさん中入れんねんな、うんうんうん、で、本当にゲートくぐっていくんやけど、会員証つけて、はいはい、入るときすっごい、もう中の警備員さんがそうね、腕組んで、うん、めちゃくちゃ太陽みたいな笑顔でそうなんや、お疲れ様ですって言ってくれね、爽やか、すごい嬉しいな、で、出てくるときもお疲れ様ですって言ってくれねんけど、すごいね、私さっきさ、めっちゃコーヒー飲んでもうて、何回も今日ちょっと本番前トイレ行ったよね、そう、時間なってもうて、はい、そのたんびにさ、お疲れ様ですめちゃくちゃ言われたから、結構5回ぐらい行ったんで、はいはい、あの人に結構行くな、そう、あの太陽の笑顔の裏にはこいつめちゃくちゃトイレ行くな思われてたよなと思ったら恥ずかしい、気になってちょっとステージ上の空いやいや集中してくださいよ、やめてよ、 KB さんも覚えてないでしょうからね、それ、そう、だって登場 S いたね、出てくる時の BG もあるじゃないですか、はいはい、あれ出す時大体ライブハウスが急にね音流れて出てくるんやけれども、うんうんうん、時間だったらね、はいはい、カウントしてくれんのよ、あのステージの下から5、4、3そう、ね、そう、もうせり上がりドンで入れんだろ、そう、出てけへんのよ、まあ、すごい、フジテレビさん、ありがとうございます、これからも日本はちっちゃ、どうぞよろしくお願いします、よろしくお願いします、ということでね、ぜひぜひ、初めての方も多いと思いますので、ね、わちゃちゃんライブ楽しんでください、よろしくお願いします、よろしくお願いします。それでは次の曲は、私たちメンバーから皆さんたくさん爆熱もらってください、束縛イン、そ
次振り付けつけて昼間からわけわからん光る棒を持ったおじさんにな囲まれたら怖いわなごめんね夏休みまだまだ楽しいことあるからトラウマにならないでねやったそれでは次は皆さんよかったらタオル持ってる方はタオル出していただいてない方は腕でも何でも大丈夫ですわちゃちゃと一緒にただただ120回回す曲ですジャストワナターンよかったら一緒に回して回して回して涼しさを作りましょう回せ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 
ガチ振ってくれてた。嬉しい。ありがとう姉ちゃん。ということで皆さん改めまして日本ホテトです。皆さん楽しんでますか？みんなもあとさんにやられてるな。皆さん楽しんでますか？ありがとう。ここに前におる人たちだけでももっと盛り上がってほしい。皆さん楽しんでますか？後方の人楽しんでますか？シーカワ並んでる人楽しんでますか？ありがとうございます。改めまして日本はちゃちゃとアイドルグループでございます。私たち、お台場で8月4日から、8月4日、5日、6日の3日間ですね。3日間、はい、アイドル東京フェスティバルというね、 TIFF というアイドルイベントに参加させて、ね、ですね、そうですね、に参加させていただきます。私たちは8月6日に、出演させていただきますので、もし TIFF にお越しの方がいらっしゃいましたら、ぜひ日本ホテトのステージ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。次の曲が最後ってこと？最後早いんですけど、語尾にな、ってことって言ってたら、多分ちいかわ並んでるファンの方々もちょっとは見てくれると思う。ってこと？ってこと？どのキャラがってことっていう、あの上の全部顔一緒じゃない？ちょっと分かんない。ちょっとやめや、もう見てこだわる変化の。それでは最後の曲は一緒に皆さんバンザイして終わりましょう。バンザイ。
メンバー全員と無料で写真撮れるので、よかったら遊びに来てください。ありがとう。